パイク軍はアメリカ合衆国ケンタッキー州の東端部に位置する軍である。2010年現在の人口は65,024人である。軍庁所在地はパイクビルである。パイク軍は1921年12月19日に設置された。軍名はパイクスピークを発見した探検家ゼブロン・パイクにちなんだものである。 1860年から1891年の間この地とタグフォーク川を挟んだ民語軍はハットフィールド家とマッコイ家の争いの舞台となり、現在も観光地となっている。1893年5月6日、パイクビルは公式に主となり、軍庁が置かれた。アメリカが収国統計局によると、 総面積2043.1平方キロメートル、このうち2040.1平方キロメートルが陸地で3.0平方キロメートルが水面である。総面積の0.15%が水面となっている。2000年現在の国勢調査では、この群は人口68,736人、27,612世帯、及び23,77家族が暮らしている。 人口密度は34平方キロメートル。3万923件の住宅が建っており、密度は15平方キロメートル。この軍の人種構成は、白人98.35%、アフリカ系0.45%、ネイティブアメリカン0.11%、アジア系0.41%、ポリネシア系0.03%、その他の人種0.10%、 および、本結0.56%である。また、0.52%はヒスパニック、またはラテン系である。18.2%がアメリカ系、16.1%がイギリス系、13.1%がアイルランド系、6.7%がドイツ系、2.3%がスコットランド系、1.3%がイタリア系である。 27,612世帯のうち33.70%に18歳以下の子供がおり 58.、58.80%が夫婦の世帯 11.、11.40%の世帯主が夫のいない女性 26.、26.20%は男性のみの世帯である。24.10%は単身世帯で9.80%は65歳以上の高齢者世帯である。 一世帯あたりの人数は2.46人、一家族あたりの人数は2.90人である。この群内の住民は23.70%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が9.20%、25歳以上44歳以下が30.00%、45歳以上64歳以下が24.90%、 および65歳以上が12.30%。中央値年齢は37歳である。女性100人に対して男性は95.50人で、ある。18歳以上の女性100人に対して男性は91.20人で、ある。この軍の世帯ごとの平均収入は23,930米ドルであり、家族ごとの平均収入は29,302米ドルである。 男性の平均収入32,332ベ32米ドルに対して女性の平均収入は19,229ベ米ドルである。この群の一人当たりの収入は14,005ベドルである。人口の23.40%及び家族の20.60%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の30.20% および65歳以上の16.10%は、貧困線以下の生活を送っている。なお、軍の北東部のサウスウィリアムソンや、ホレストヒルは裕福な地域で、平均年収が5万ドル前後の高水準である。ファイン a エカウンティナショナルアソシエーションオブカウンティーズ http://www.naco.org スラッシュカウンティーズスラッシュページーズスラッシュ fintacounty.aspx2011 fin 年6月7日閲覧アメリカンファクトファインダー、ユナイテッドステイツセンサスビューロー。 http://factinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。